はい、どうも皆さんこんばんは、ララマロです。ララマロレディオボリューム1始まります。はい、ということでですね、ララマロレディオボリューム1ということでですね、ボリューム0をですね、始めてみて、まあやってみようかなと思ってこうやって続けています。でね、前回の、アンケート機能でですね、まあ、インフルエンザのワクチン接種しますかっていう、まあなかなかしょうもないアンケート取ったんですけども、結果としてはこのようになってます。お金ももったいないし、接種してもなることはなるから、まあ、接種しないっていう人が、30票、 44% ですね。で、一応1回だけしますっていうのが 39%、 27票、接種すると体調悪くなるのでしませんということがね8票、 11% で、もちろん2回しっかり接種しますというのもね3票で 4% しかないんですよね。僕はまあ2回しっかり接種しますというタイプなので、意外とねやっぱしない人と、まあ、1回しかしない人に分かれるんですよね。だから結構面白いなっていうふうに思いました。意外とね、こういうインフルエンザのワクチンするかしないかなんてね、動画でわざわざ取り上げるものでもないと思うんで、こうやってね、なかなかしょうもないんだけども、まあ一応知るとまあ平ぐらいのものの、アンケートとかをね主に取っていきたいかななんていうふうに思っています。で、まあ今回タイトルにもあります通り、ララマロチャンネルのゆるキャラを作ったというですね動画をですね前回、ララマロレディオゼロで紹介したんですけども、今回ですね、そのデザインがどういう感じになってるのか、キャラクターがどういう感じになってるのかお見せしたいと思います。それがこちらです。これがララマロチャンネルのゆるキャラ、ララマロくんです。結構ねお金がかかってしまってます、まあ、正直な話言うとね。まさかこんなにかかると思ってなかったんですけども、なんとかデザインが仕上がってこのような感じになっています。なんでそもそもねこういうキャラクターを作ろうかって思ったかっていう話をね、ララマロレディオボリューム0で一応話してるんでね、気になる方は見てほしいんですけども、ちょっと軽く喋りますと、まあ、最近まあお世話になってる例えばレブさんとか、あとはまあリアルで、まあ、ララマロチャンネル、まあ、応援してくれてる、まあ、友達とかに、まあ、なんかお礼でねなんかあげたいなと思ったんですけども、レブさんに至ってはね、こうイヤホン、貴重なイヤホンをねいくつかお借りしてるので、まあ、なんかお礼したいなと思ったんですけども、まあ、お金とかねあげるっていうのはとてもなんかレブさんだって受け取らないだろうし、僕もなんか渡すの嫌だし、いろいろ悩んだ結果、じゃあなんかグッズを作ろうって話になって、そこからまあいろいろどういう風にしようかなって悩んで、こういう形になりました。結構がっつりとしたねゆるキャラといった感じなんですけども、こちらの方ねちょっとデザインの説明をさせていただきたいかなという風に思います。で、まずララマロくんということでね、まあモチーフは僕が飼っている猫のララが、モチーフになっています。そもそもララマロっていうねその、名前なんですけども、まあうちの猫のララと、まあそのララがなんか普段からまあぐーたらしてるんですけども、それがなんかすごくなんて言うんだろうな、高貴に見えたというか、ダラダラしてる割に結構なんか綺麗な顔立ちの猫なんで、なんかすごく高貴な感じだなと思って、そこからちょっとマロみたいなのをつけてララマロという造語を作りました。で、それがまあチャンネル名になっているということなんですね。なのでこのマロっていう部分をね、こうデザイナーさんにこうどう説明しようかなって悩んだ時に、ジャルマルみたいにしてくださいっていう風に言ったんですね。アニメのジャルマルのようなイメージを持っていますっていう風にデザイナーさんには伝えました。で、そしたらこんな感じになりました。頭の上にはねエボシっていうね、帽子みたいなのかぶってて、あと着物を着てるといった感じですね。で、エボシのところにはですね家紋が書かれています。これ肉球のね家紋ですね、家紋が書かれています。これワンポイントですごくいいですよね。最初なかったんですけども、僕がちょっと、なんかデザインを入れてほしいんですけどっていう風に言って、そこでまあこういう風になりました。で、まあ腕の部分にも家紋が書かれています。で、それから手に持ってるのがですね、まあプレイヤー、まあ、ダップになるわけなんですけども、たまたまだと思うんですけどね、僕が持ってるアステル&ケルの AK70 になんかそっくりな色合いと、まあ、形になってますけども、別に AK70 というわけではありません。これはね AK70 ではありません。たまたまなんか似てるデザインにしてもらったという感じですね。はい。
でそれから、首にかけてるのはねヘッドホンなんですけども、これもねなんかたまたまだと思うんですけども、僕が最近購入しましたソニーの、Bluetooth ヘッドホン買ったんですけども、それにまあ色と、まあ、形がなんか似てる、まあ、たまたまだと思うんですけどね、ちょっと似てるんですけども、これも別にそのそういう風なデザインにしてくださいと言ったわけではありません。たまたまですね、これはね、たまたまこういう風になってます。でヘッドホンに至ってはね、この真ん中に肉球の、まあ、家紋が書かれていて、ちょっとその横にはねにゃーっていう風に書かれてるんですけども、これもいいですよね、面白いです。それからまあうちのララはですね、まあ鼻の横に柄が入ってるんですけども、その鼻の横の柄も、ちゃんとしっかりデザインしてくださって、その頭の方の柄もね結構ララにそっくりに仕上げていただきました。でララもね、そのスコティッシュフォールドっていう耳が折れた猫種なんで、それもしっかりとね再現してくださって、本当に ありがとうございますという感じで、本当になんて言うんだろう、すごい正直高かった、僕が想定してたよりもはるかに高かったんですけども、それでもすごくいいデザインなのですごい満足してます。やっぱり安い値段でそこそこのデザインでもいいかなと思ったんですけども、これだけしっかりと、まあ、デザインしてくれたのであればそれくらいの価値があるかなというふうに思って、このようなデザインになりました。本当にねすげえいいなっていうふうに思います。で尻尾の、ね、デザインもねしっかり柄入れてもらったんで、すごくいい感じに仕上がっています。どうでしょうかね。本当はねこう耳にイヤホンをつけたいなと思ったんだけども、そもそも猫の耳にどうやってイヤホンのデザインするんだって思った時に、ちょっとデザイナーさんが困っちゃうかなっていうふうに思ったんですよね。であとラダムの耳もね、まあ、折れてるから、なおさらイヤホンつけるのちょっと難しいだろうということで、結局まあじゃあヘッドホンを首にかけようかなっていうことで、このような形になりました。いやーなんか本当にねすごいいい感じに仕上がったんで、マジですごい嬉しいです。はい、どうでしょうかね。ちょっとまあT シャツとかにもしした場合とかだと、ちょっと可愛すぎるかなとは思うんですよね。まあ僕、まあレブさんに、まあ、T シャツできたら、まあお渡ししたいなというふうには思ってるんですけども、ちょっとまあレブさんもレブおじさんっていうふうに言われてるぐらいですからね。はいちょっとこれをつけるのはレブさん的にどうなんだろうなとは思うんですけども、これもね、まあ、T シャツとかにもしようかなと思ってるんですけども、これ以外にもねちょっとデザインを僕の方でいろいろ考えてるので、ロゴのデザインとかもね一応作ったんで、まあ、そこからまあ選んでもらいたいなというふうには思ってるんですけども、で本当はねそのデザイン作って、まあそういう T シャツとかグッズとかにして、できればこう見てくださってる方にね差し上げたい気持ちはすごくあるんですけども、とてもねちょっと難しいので、お金的にね相当厳しいので、僕もそんなチャンネル大きいチャンネルじゃないですからね、そんなに収益もないですから、ちょっと欲しい方は本当に申し訳ないんですけども、お金をちょっとお支払いいただいて購入していただくという形になります。でもなるべく安くね済ませられるようにしたいかなというふうに思っているので、よろしくお願いします。このララマロくん以外にもですねロゴがあるということですね。そのちょっと僕まあ普段使いでも使えるようにちょっとかっこいい感じのデザインとかも一応作りました。それもね、まあ、後々、グッズの動画出しますので見ていただきたいかなというふうに思います。一応ねプレゼントも企画もねほんの、まあ、1人か2人ぐらいに差し上げられたらなとは思ったんですけども、クリスマスのプレゼント企画でなんかやろうかななんて思ったんですけども、ちょっと間に合いそうにないのでそれはちょっと見送って、また、後日ね来年になっちゃうと思うんだけども、ちょっと、プレゼント企画やっていきたいかななんていうふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で続いての話なんですけども、ポタフェスですよね。今週ポタフェスがあるんですけども、僕の方土曜日に、まあ、行こうかななんていうふうに思っています。そうだな、多分行けると思うんですけどね、もし本当緊急で仕事が入ったらちょっと行けなくなっちゃうこともあるかもしれないんですけども、なるべく行きたいというふうに考えています。まあ行きますね、よっぽどのことがなければ行きます。ポタフェスなんですけども、今回2会場ということでですね、前回夏のポタフェス、僕2017年の夏のポタフェスに初めて行ったんですけども、その時は1会場ベルサール秋葉地下1階と1階と2階だけだったんですけども、今回、TKP ガーデンシティプレミアム秋葉原でも行うということなんそうです。なのでここちょっとすごい楽しみなところですね。それだけ見れるものがいっぱいあるということですよね。で今マップ見てるんですけども、1階はですね、まあ、イヤホンさんの販売所があって、でその前にですねオーテクさんがありますね。
これも前回と同じ感じになってますね。これ、まあ、1階といってももう本当に外とつながってるような感じになってるので、オーディオテクニカさんがそこにあって、で地下に行くと、まあ、インプレッションのね、カスタマーエイムのインプレッションの採取場があって、あとポタフェスの直売所ここにもあるんですね。上と地下1階って何が違うんだろう、わかんないですけども、地下1階があって、で2階にですね、その組み立て教室ということでですね、ファイナルのイヤホンですね、ファイナルの組み立て講座ということでですね、 FI の DO6 マットブラックモデルにリニューアルしたというイヤホンになっているようです。これ見た目がね、こうすごくかっこいいんですよね。僕すごいこの好みの形状してますね。でファイナルのこのロゴがねかっこいいですよね。ワンポイントになってますよね。でこのマットブラックっていうのもまたいいですね。すごくおしゃれな感じに仕上がってますよね。でこれを組み立てられるっていうんだからすごいですよね。やっぱりちょっと組み立ててみたい願望みたいなのもちょっとあったりとかするんで、参加したいところであるんですけども、限定まあ40個、まあ土曜日曜11時30分からと14時30分からで計2回行われて、2日間で40名ということなので、1回あたり10名ということになるようですね。価格が24,900円と、本体代と工具代込みとなってますね。でケーブルはついてないということなんですね。これちょっととても気になりますね。自分で作ったらね、やっぱすごい愛着が持てるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で去年の夏と同じように、1階と地下1階で、それから2階に、組み立て教室と、あとスタンプラリーの抽選会場も2階にありますね。スタンプラリーはねやっぱもらえるんで、ちゃんとしっかり回りたいなというふうに思います。で別会場の方では、ホームシアター&プレミアムヘッドホンフェアということで、このプレミアムヘッドホンはね、オーディオテクニカさんの ATH ADX5000 とファイナルの D8000、 これをですねじっくりと静かな環境でお聞きいただけるブースをご用意しましたというふうになってますね。でホームシアター体験コーナーっていうのもありますからね、これエプソンのプロジェクターによる大画面体験ブースが出現というふうに書かれてますけども、静かな環境でゆっくりじっくり聞けるっていうことは、やっぱ一日何人見れるんでしょうね。ほとんど結構集まるだろうからね、もしかしたら見れないかも、見れないっていうか、まあ、聞けないかもしれないですよね。僕できれば D8000 聞きたいところではあるんですけども、うん、やっぱちょっと前回みたいに、ちょっと試しに行ってみようかなっていうよりはね、ちゃんとやっぱ聞きたいものが今回ちょっと明確にあったりとかするんで、ちょっとしっかり計画立てていきたいかななんていうふうに思ってるんですけど、あ、そうだ、ポタフェスね、皆さん行かれるんでしょうか。ポタフェスに行く方はですね、ぜひ、上のアイマークの方にですねアンケート機能が出てると思うので、ぜひアンケートに答えていただけたらなというふうに思います。でそれから同じ会場にも、視聴できるエリアがあるようです。クアルコムとイヤホンのワイヤレス体験コーナー、あとミーティングルームで株式会社 JVC ケンウッドビクターの、これ何を測定する会場なんだこれは。あ、こういうのもあるんだ。すいません、ちょっと何を測定するのか分かんないですね。自分の耳に聞こえるその音響の特性とかを測定できるやつなんでしょうかね。ちょっと分からなかったんですけども、もし知ってる方いらっしゃいましたら教えていただきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、本当に軽くなんですけども、ポタフェス、どういう感じになってるのかの話をしました。僕も、ポタフェスに行くんですけども、一応ポタフェスに、前回もね行かせていただいて、やっぱ僕のこと、知ってくださってるのかな、知ってくださってる方がちょっと遠目から僕をこうギョロギョロ見てきて話しかけてくれるわけではないんですけども、見てくれてることもあったりとかして、別にその、話しかけていただいても別に全然大丈夫です。はい、何もね、無言でこうギョロギョロ見てもらえるよりは、声かけてくれた方がいいって言えばいいんですけども、それは別にね、どちらでも構いません。ただ声かけていただければ、なんか差し上げたいなと思って、一応名刺があるんで名刺をねちょっと差し上げたいなっていうふうに思ってます。名刺のデザインも一応載せておきますけども、こんな感じのデザインになっています。一応グッズの部分はね、まだちょっとアクセスできないようになってるんですけども、グッズの方もね、でき次第その名刺の方からでも QR コードでアクセスすることができるようになっています。ほんとね、名刺は結構安く作れるから、一応100枚限定でちょっと作ってみました。全部ね、ララマロ君のデザイン以外は全部自分で
名刺のデザインしたんで、まあ、ちょっと微妙なところもあるかもしれないですけども、その分自分でやったんでね、安く済んだんで、もしよかったらね、欲しければ声かけていただきたいかなというふうに思います。はい、まあね、そんな声かけてくれる人なんて多分いないだろうけども、もしね、かけていただいたら差し上げたいなっていうふうに思います。はい、それではですね、ララマロくんのデザインの紹介、そしてポタフェスに行きますよという、紹介でございました。はい、ということでですね、ララマロレディオ、まだまだね、探り探りでやってる部分はあるんですけども、なんていうか、こう動画にするほどではないんだけども、なんかちょっと話したいことがあったりとかするときはラジオでやりたいかなっていうふうに思います。やっぱりこう芸能人の方のラジオとかだと、テレビで話せないこう裏の話とかもなさっていて、それが僕すごく好きなんで、なんかこうちょっと突っ込んだ話というかね、あんまり普段しないような話もしていきたいかなっていうふうに思ってるんで、ぜひ、楽しみにしていただける方はですね、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。まだね、全然チャンネル登録数の割にね、あんまり聞いてくる人がいないんで、まあそれもそれでいいかなっていうふうに思ってます。逆にあんまり本当に気になってくれてる人にしか、まあ、聞かないというのであればね、本当に本音で話していけたらななんていうふうに思ってるんで、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。それではですね、どうもありがとうございました。ラノでした。